はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、明日27日から1日までのやるべきことイベントガチャ予想をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。早速毎週恒例の今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。投手がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの変更点はありません。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツが 89,377、 最大コンボ上昇量 9,455 となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。週の頭からベストオーダーで挑めた今週は基本的に4桁順位に落ちることはなく、常に3桁の安定した順位をキープすることができました。ここからアニバーサリーまで特に強化予定がないので、このオーダーを信じてアニバーサリーまでの期間の順位を見守っていきたいと思います。そして将来のオーダーとしてはこちらとなります。先ほども言った通り、現時点で確定している強化予定はありません。ただあまりにも覇王の順位が危なそうであれば、こちらの海選手の称号チャレンジを限界突破コーチを使って行い、パワー型にしたいと思います。パワー型にすることでマルティネス選手との入れ替えが可能となり、コンボを崩さずにスピリッツ100アップとなります。また柳田選手の称号チャレンジが1回できる予定なので、もし同値が決まるようなことがあれば坂本選手の継承を行い、コンボを崩さずにスピリッツ100アップとなる予定です。今現在 A ランク自チーム契約書はソフトバンクで引いているので、柳田選手海選手の A ランクがたくさん集まってほしいなと思います。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて明日からやるべきことイベント勝ち予想の方に入っていきます。まず明日27日月曜日にやるべきこと、今来ているイベントスターロードの最終日となりますので、もし累計が終わっていない方がいれば終わらせるようにしていきましょう。ちなみに26日10時現在、自然回復で進めて得点はスタミナ回復を選んでいる自分のイベント進捗状況としてはご覧の通り、累計はすでに完了しており、投手クリア人数、野手クリア人数ともにクリアしています。進みの目安としたい方は参考にしてください。クリア履歴としてはご覧の通りとなっており、最後は累計スターポイントが先に終わってクリア人数の方が残った感じです。どちらが残ったとしても報酬は回収しきるのをおすすめします。続いて27日月曜日のガチャ予想、イベントガチャが重なっていること、例年9月末に外国人 OB が登場していることから、この日に外国人 OB が来ると予想します。ガチャ内容としては30連目外国人 OB の選手確定で、自チーム確定はありません。アニバーサリーも控えているため、無課金美課金の方は基本はスルーのガチとなってくるでしょう。ランキングを走る方に関しては、このガチャを10連もしくは後に解説する A ランク以上確定ガチャを5回引いて走るのをおすすめします。イベント後半に時間を取れない方はこのガチャを10連することになるでしょう。続いて27日月曜日のイベント予想、ガチャの方で解説した通り、この日は外国人 OB の登場の確率が高いため、それに伴ったランキングイベントが予想されます。ここで直近できているランキングイベントを見てみると、4月21日からプロスピ応援団、5月26日からバッティングトラベラー、6月25日からネットスタジアム、7月30日から必勝アリーナ、8月26日からターニングポイントとなっています。予想としては直近で最も来ていないプロスピ応援団となってくるでしょう。ランキングイベントの順番が飛ばされることは考えづらいので、対抗を上げるなら新イベントとなってきます。続いて27日月曜日から30日木曜日のガチャ更新前までにやるべきこと、チャレンジカップを自然回復分のスタミナでこなしておきましょう。今週はスタミナを使うイベントで1週間が埋まるため、割り切った判断が必要となってきます。後に解説する30日のガチャ更新では、イベントの選手ボーナスがつく A ランク以上確定ガチャが予定されているため、30日以降にイベントの進みが早くなります。逆に言えば30日まではあまりイベントが進まないとも言えるので、この期間のうちにチャレンジカップを終わらせておきましょう。スターロードが早めに終わっている方は、月曜日のイベント更新前のスタミナは全てチャレンジカップに使うのがいいと思います。続いて30日木曜日のガチャ予想、この日にイベントボーナス付きの A ランク以上確定ガチャが登場すると予想します。ランキングイベントでは木曜日開始の場合は翌日に A ランク以上確定ガチャの登場、月曜日開始の場合は3日後に登場のケースが多いので、今回は3日後に登場のパターンとなるでしょう。累計回収税はこのガチャを基本は3回引くことになってきます。ただ例外のケースもありますので、詳しい解説に関しては登場した際に改めてしていきたいと思います。
続いて1日金曜日にやるべきこと、新しい月の始まりとなりますので毎月恒例の S ランク限界突破コーチの交換を行っていきましょう。2日前の動画で解説した通り、完全移行に持ち越せる日はまだまだ先となってくるので、現時点での S ランク契約書の交換は推奨しません。リアルタイム対戦などを行い、今のうちにスピメダルを貯めておきましょう。明日27日から1日までのやるべきこと、イベント勝ち予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は待ちに待った外国人 OB の登場が予想されるということで、間違いなく盛り上がる1週間になってくると思います。外国人 OB が登場することを祈って、明日の更新を楽しみに待っていきましょう。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いてはゴールド契約書10連の開封の方を行っていきたいと思います。最近いつもゴールド契約書を開封していると思うんですけど、引く理由は変わらず育成する A ランクの選手が尽きていることです。本来は期限ギリギリで開封するのがベストとなっています。ということで開けていきます。お願いいたします。まあ、今はね、契約書を貯めておいてもポジション追加がされるごとにシリーズ2の確率がわずかに上がるだけで、まあ、そこまで重要度はないので開けていますが、まあ、完全移行に持ち越せる期間の場合であれば重要度が違ってくるので、絶対にこのような開封は行わないでください。さあ S は出ません。ただ A が出てくれるだけありがたいっちゃありがたいですね。でまあ S が出たら出たでね、シリーズ1が出たら貯めとけよかったって若干思う部分はあるので、まあ、このような結果でもいいでしょう。9枚目、お、森選手は嬉しいですね。契約書開封はこのような結果でした。最後にリアルタイム対戦野球盤に関してです。2回目の登場となってから動画内では触れてきませんでしたが、ミルダムの生放送の方で何回かルーム戦の方をやらせていただきました。やってみて感じたマシンの強さとしては、158キロでツーシームがあるマシン D、 スラーブ2種類で打ち損じが期待できるマシン C、 マシン D の介護感のマシン B、 球速が遅く抑えるのが難しいマシン A の順に強いのかなと思います。マシン B と C に関しては強さは同じくらいだと思いますが、 B を使うなら D となってくるので、このような序列となると思います。個人的に野球盤を本実装するのであれば、もう少し面白みを加えてほしいなと思っています。皆さんの野球盤の感想もよかったら教えてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は外国人 OB 登場が濃厚ということで、自分自身もかなり楽しみにしています。イベント更新があり次第、プロスピ応援団の攻略動画を作成してアップしていく予定なので、イベントの進め方などが知りたい方はよかったら見に来てください。多分プロスピ応援団だとは思いますが、もし他のイベントだった場合もすぐに攻略動画を作るので安心してください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。